ブレナン・ピー・ボッシュはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ハーバードウェストレーク高校時代は打率490を記録。ベースボールアメリカで25人の有望株として紹介された。その後カリフォルニア大学バークレー校に進学。2006年の MLB ドラフトでデトロイトタイガースから3巡目で指名を受け入団。 順調にマイナーリーグを駆け上がり、2009年シーズンは 2ADC ウルブズで本塁打王と活躍。2010年はトリプル A 級トレド・マット・ヘンズで開幕を迎えたが、4月23日にカルロス・ギーエンの故障者リスト入りに伴いメジャー昇格。同日のテキサス・レンジャーズ戦でデビュー。4月30日のロサンゼルス・エンゼルス戦でジョエル・ピネイロから メジャー初本塁打を満塁本塁打で記録した。その後も活躍し、5月、6月は、ルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。しかし、後半戦に入ると、スランプに陥り、同時にチームも失速し、優勝争いからも脱落した。2011年は、開幕から左翼手のポジション獲得。不審で故障がちのマグリをオ,オルドニエスに代わって、右翼も守った。 6月6日のテキサスレンジャーズ戦では6打数5安打、日本塁打5打点5得点と大活躍した。しかし、8月中旬に右手親指の人体帯を痛め、そのまま強行出場したが、打撃フォームに影響したのか、故障者リスト入りし、9月6日に手術を受けた。そのため、チームが地区優勝し、ポストシーズンを含めた残りのシーズンを欠場することとなった。 2013年3月13日に自由契約となった。2013年3月15日にニューヨークヤンキースと総額150万ドル出来高60万ドルの1年契約に合意した。3月25日にアクティブロースター入りしたが、6月3日にアンディ・ペキットの復帰に伴いトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースに降格した。しかし、 7月19日に自由契約となった。2014年1月28日に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級ソルトレイクビーズで開幕を迎え、13試合に出場し、日本類が9打点1盗塁打率250だった。4月16日に、エンゼルスとメジャー契約を結んだが、マイナーに降格した。9月2日に、 セプテンバーコールアップでメジャーに再昇格した。オフに FA となった。2014年11月26日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2015年4月5日にメジャー契約を結び25人枠入りした。6月16日に AAA 級ルイビスバッツに降格したが8月19日に再昇格した。8月31日に 右足首の骨座礁で15日間の故障者リスト入りし、9月8日に復帰した。10月30日に40人枠から、外れトリプル A 級、ルイビスに降格し、11月4日に FA となった。2016年1月12日、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年4月11日に現役引退を表明した。ありがとうございます。